おはようございます。コアラキラでございます。今日はコアラキラが SC 東京スクー企画やっていこうと思います。まずは前回皆さんからいただいたコメントを紹介させていただきます。まずは鈴木幸喜さんからです。コアラめっちゃ操作上手くなったね。それとボンピがウイルスのせいでネタになったということです。だんだんあいつがフィアの感覚を取り戻してくると怖いので、序盤にまずは勝ちをどんどん積み重ねていきたいと思います。続いて DIHC 記者からです。ホタルの光が消えなかったので低評価ですということです。今回は本当に SC 東京スクーに聞きました。ホタルの光を皆さんが聞く機会は少なくなると思います。続いてミスターサスケ記者からです。10分43秒からの PK の確定演出ということです。こちらに関してはあの PK 取られなかったらもう超決定機だったので、こちらとしての PK が取られたことが不満です。続いてロンドンは青、異論は認めない記者からです。チームの不祥事でレンタルバックされたマコのコメント。コアラシビアということです。コアラはね、実際にあの結果も残してますので、これからもフォワードで気を続けていきたいと思います。で最後にバイエルン砂漠記者からです。4分12秒のシーン。マコ、西岡さんに岡崎信じって言われてそうということです。これはあのなぜかですね、 FIFA のこの実況名に岡崎というのがないので、ずっと岡崎信じになっています。次回作になることを期待しています。ということで皆さん、たくさんのコメントありがとうございました。今回動画でもどうしようしコメントお待ちしております。本日の試合の前にルヴァンカップのグループステージをシミュレーションさせていただきました。残念ながら今回は仙台に3対1と敗北してしまいました。厳しい状況です。そしてちょっとここで残念なお知らせです。新井優里選手なんですけれども、フィンランド代表招集のため26日から4月1日大事浦和戦に出れないという形になってしまいました。これはまあ強豪浦和相手には非常に厳しい状況です。今後もですね、新井優里選手代表招集で試合に出れないことっていうのは想定されますし、やはりそのディフェンスの層がマコを戻してもまだまだちょっと足りないということで、私ちょっと奇策に出たいと思います。どうしても即戦力が欲しいということで、フリーエージェントでディフェンスの選手を探していました。そこで出会ったのが彼です。ナウド選手になります。あのこれは本来私は過去の動画で使っていなかった選手ということで、契約を解除させていただきました。そっちのナウド選手です。ただもう一度契約を解除したので、ここから新しい選手を獲得する場合はもう新規獲得という枠になります。で今フリーエージェントで探していたところ、やはり高身長でそこそこ能力もあって、今在籍しないというところでいうと、もう適任が彼しかいませんでした。ということで改めて私はこのナウド選手とコラボレーションして高みを目指していきたいと思います。どうしても夏までこのセンターバックの層の薄さというところは非常に不安な状況なので、ナウド選手、これはもうフラウザ的なあれですが、ナウド選手を戻したいと思います。オファーがブロックされている。おい解除したから、もうそんなとこ行きたくねえよって。ということでナウド選手の獲得を奪わずに終わりました。今いる選手でうまくやりくりしながら臨んでいきたいと思います。それではレッツへ行ってみましょう。さあ舞台整いました。斉藤スタジオ2020に浦和レッツの一戦です。 We are we are we are レッツ東京こそ全て俺らを熱くする。さあ2連勝目指してやっていこう。コーラ連続得点いくよ。よしまずは1個超えなきゃいけない壁です。やるやるやる。フィンランドの新井優里に切符を届けられるよう頑張っていきましょう。それは最多得点ということです。現在トップの数字です。よし行こうぜコアラ。青色悪いぞ。さあ浦和レッズのフォーメーションがこちらになります。さあ今回のレッズの注目選手というのはどんな感じになりますか。30番の興梠選手です。はい。何イヤイヤしてんのそれは。何、絶対もうやめろよ。東京戦でチキンは最高に美味しかったです。さあ一方 FC 東京のフォーメーション、今回非常に悩んだんですが、ディフェンスファーマンとマコの2人にしました。で東ベアルナソン、ケント、トップはマキシマン、コアラ長いです。もうファーマンに託します。さあ行こうか。いいですね。 OK。 それゆけ俺たちの東京、勝利を目指してゴールを狙え。サイドへパスを出します。エベルトンサポートを使えそうです。どう、さあどうする。ここはクロスのチャンス。このシュート、おーやっちゃー。危ねー。さあ落ち着いていこうぜ。やめて危な。シンプルに楽しく激しく、オッケー、嬉しい、楽しい、大好き、行こうぜ。ない、おい、ラリケンちゃんみたいな。危ない、ちょっとやめて。さ
サイドが空いています。何かしてきそうです。オッケーオッケーオッケー。危ない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 。ゴー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 。タイミングが気持ちが出てる出てる出てる。危ねー。ちょっとそんなの危なかった。いやー危ねー。タクヤカウンターのチャンス。落ち着こう落ち着こう。サイドから勝負に行くか。はし、オッケーオッケーオッケー。おい、ないないない、完全なキーパーチャージだけどね、お前やってんの。いや、違うとかじゃないぜ。ビルキル・ビャルナソン。あぶね。じっくりと出しどころを探しています。ゲーム。あー、ひがしけーご。あー、ひがしけーご。無言になんだよ。お前、煽ってくれませんね。おい、何やろう。キーパーに阻まれそうですね。さあ、ゲンナクリアが足りないか。落ち着け、そう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 。カイル・ウォーカー・ピーターズ。そうよ。キーパーキーパー。おー、キーパーキーパーキーパー。ジョン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 。おー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 。東京バボバボバボ東京。山中亮介。山中やめろよ。オッケー。強い。体をうまく使います。ボールを取った。それでいいよ。東慶吾。無理した無理した。戻さなくてよかった。ファブリシオ。やっちゃる。え？オッケーオッケーオッケー。危ね。最高か。サイドにスペースがあります。どうなる？ビッグダディは？さあどうする？ビャルナソービャルナソービャルナソー俺たちのビャルナソー。はいはい、いいね、先だ。さあどうする。はーい、やー地域ね、あぶね、攻めに来て。オッケー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 。いやフルマン東慶吾。そうよ、そう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 。目の前にスペースがあるようです。いい位置です。ここはいやーどう、なんでシュートゴールまで行かないかね。おいでかいんだよ。やばい。オッケーオッケーオッケー。あ、おいちょちょちょ、行っただろ完全に。不審が流していますね。行ったかい。サイドチェンジしました。アタッキングサードに入ってきた。あ、いいよ。オッケーオッケー了解了解了解。ドンキョードンキョー。これはいいやろ。これはちょっと行き過ぎちゃった。ごめんごめん。あれあれな。オッケーオッケーオッケー。よっ、オッケー。橋本健人FC 東京、ボールをうまく動かす。どうや、打った。いやー、まだまだ待ってないよ。すぐ止めんのよ、てよー。出ろ出ろ。あー、決めよ、マジで。ナイス、落ち着け。え、ファールだよ、こんなの。コロキ、いいよ。オッケーオッケー、全然大丈夫。それオッケーオッケーオッケー。よくピーターズのところで足踏みしなかったよ。さあ、壊れダメよ。壊れダメ。これ、こうせるか重要だから。オッケーオッケー。はぁ、やばい。コロキ心臓、見事なスルーパス。面白いボールが出た。ムーター。およく声出さなかったよ。オッケーオッケー。声出すことによってあいつはそれを餌にしてるからね。どん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 膨れ上がっていく。あいつはめっちゃな。で、俺はあいつは呼吸を止めてました。どんどん気持ちよくなっていく。あいつは
オッケー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 、サイド返しお願い。素早くボールを返した。え、ちょっと待って、全然ついてきなかった。東京東京、オッケーオッケー、ラストいこう、ラスト焦んなよ。そう、いやー、惜しいね。オッケーオッケーオッケー、行こう行こう行こう、ありがとうございます。バババババ、東京 We are 東京 We are 東京。まだな、じゃあじゃあそれぐらいもう絶対硬いから気合いしないかも。ハッタイムから振り倒します。さあ、45分前半1点のスタッツ、このような形になりました。まあこれは五分と言えるんじゃないでしょうか。今度どうなるか。さあ行きましょう。この気持ち止まらない、俺たちは止まれない、さあみんな立ち上がれ、あれ来るべ。全然うるせえ。いやいやいや、岡崎慎司、違うって、変に持ってきた。相手の選手へいいところを見ていました。声を最小限に。オッケー、マーコ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 。エリア内へ向かうか。この攻撃はここまでのようです。サイドにスペースがあります。いやいやいや、いや、くるよ、くるよ、まだまだまだくるよ。腕を切りたい青木拓也、有利な展開が続いていますね。よく見て、大好きだぞ。お父さん、お父さん好きだぞ。そう、ここで落ち着くのもっと好きになるお前のこと。見せてくれお父さん。ボールをサイドへ展開します。長井健介。ちくしょう。ボールを運びゴールに襲いかかります。うん、狙っています。きついな。長井健介、オサよ、ないよこれは。どうするのか。さあ、ないや、まだこぼれました。クリアできるか、仕掛けてくるのか。違うやけ、どこに出してんのよマジで。さあ、レッツ交代です。マルティノスと長澤選手入れます。はい、マルティノスやだな、マッシュ行こう。長澤できつい。マークをものともしないトラップ。あーや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 ー、ボールをキープしました。登録心臓、これはよく見ていた。何をしてくるのか。 PK だ、絶対ないよここで。 PK だ、絶対粘ること。俺は肘つけてきただろ。俺は壊らけ書くに行くよ、人を打つ。やめろ加藤家、やめろ。何かしてきそうですが、オッケー、カクンだぜ、カクン。オッケーオッケーオッケー、見事なインターセプト。おい、眠らないカクン出すぞ。長澤和樹、エベルトン、オッケーオッケーオッケー、まだカクン続けよう。マルティノス、ファブリシオだ。いやよく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 この時間しのいだよ。いい加減できてきてるよ。巻き物開いて、ちょっと焦りすぎちゃった。さあ、その勝負ようか。長井健介、こら、あーやっけ、いやいやいや、やったー、あきらけ加減。お父さんお母さん巻き物開くよ。よしよしよし、テレレレレ、アキラコハラの格が生きてるよ。よしよしよし、最高、よかった。
当自分好きになれる、マジで。これが170点自分ジャッキー、100点自分出すとかだから、マジ MB さん行こうぜ。ババ東京、ババ東京。本当にあの試合と同じような時間で入れてるから、本当この後注意よ、マジで。うん、一番最大限の山持ってこ、この後山ここじゃないから、この後が山だ。さあここで私2名交代です。ケント2回いて、アルテールシルバ、そして東に変えて玉いきます。次の時に入れました。集中だぜマジで。やめろ。最大限の集中持ってこマジ、みんなでやればできるよ。浦和レッズ、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。オッケー、よくしてた。そこでやった結果は素晴らしいよ。みんな盛り上げて、東京東京のセーブは見事だったんですが、シュートばっかだったんだよ。それでも決まるってあればできる。ビルキル・ビアルナーソン、やーべ、ボールを失いました。あー、よく、よく判断した。マジで、オッケーオッケー。そしてこれを待ってたんだよね。スルーパスが出ます。いやーパーパラパーパーパラマキシマー。スリーバックで僕上げてきてるから絶対ここ空いてくるはずなんだ、両サイド。滑りましたね。それマキシマ残してる理由、ボッソか。カズキ、さあレイド一球集中だよ。みんな誘ってきてるからね。オッケー、よしよしよし、ゴー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 。さあここで、主君のコアラキより拍手が送られて、おにわちがあります。おーにゃー、おー、頼むにゃ、マジ頼む、おにゃ、オッケーオッケー、やろうやろうやろう、よし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 、マジ時代作ろう、俺らの手で勇気与えたいからね、マジで。これ見てくれてる人が最下での勝利、ゲームの中だけど夢と希望に満ちた、本当にそういうゲーム実況にしようぜ、マジでマジでマジ落ち着け、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 マジ落ち着け。危ねえ危ねえ、なんだよここは。おい、どうだろこんなのよ。おい、退場でしょうか。退場でしょ、こんな決定起訴しよう。おい、オッケー、納得さ、これは。よし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 、そのまま、ね、みんなと一つになれた、その前の瞬間、マジでかなりユナイトできてるよ、サポーター一人一人と、クラブ、スタッフ、地域のみんなと、本当に残り戦おうぜ、まだ早いからね、あの歌、あの街。オッケーオッケー、ちょ、お前、言えよ。レッドは交代するでしょ。はい、サイドが空いています。おい最後にスポーツマンシップかけたな、こいつは、とうとう。おい、ふざけんなよ。いや、ちょっと、始まった瞬間に言われちゃったから、こっちも。それ言われても。物議もかぼしてるよ、もう。それぐらいかぼさないと1個超えられないから。これ、物議だと思ってください、皆さん。でかいでかいよこれ、ナイスおにゃちゃん。さあ皆さん、カシカビ、いよいよこのスタジアム歌える瞬間来るかもしれません。眠らない街、青と赤の、最後まで集中力切らさせて、俺らここ飛び込まない、相手を前に取りながら、距離感はコミュニケーションどう、よし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 、ボールを失いました。それでいいよ、三田博隆。いや、そんな止まねえか。いや、相手に渡りました。いや、興梠慎三、落ち着こう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 、ファブリシオだ、めっちゃ中空いてんだけど、あぶ、マジ中の選手へ、中央で受けた、打てるか、えっ。OK、 絶対このまま下ろす、 OK、 これは見事なインターセプト。いや、そっちだよ、ね、終わって終わって、オッケーオッケー、アウトはかの俺らの誇り。おいおい、なんで余韻ないの、最下で久しぶり、最下だから、あ早すぎだろ、スタッツは見せろよ、配信者として大事にして、世の中に伝える義務があるだろう、お前、三権分立破るんだよ、マスコミでもあるんだよ、俺らは。
なんで伝えない。だが分立してねえじゃねえか。マキシマム、いやー満足でしょ。このレッツ2連勝マジでかいよ。 We are Tokyo! We are Tokyo! マジ絶賛、絶賛に値します。今日の活躍、我々どうぞ続けてほしいですね。いや本当にアウェーでのレッツの勝利っていうのは本当にみんなに勇気を届けられると思います。応援してくれたサポーターにこの勝利を捧げたいです。結果を残しました。着々と準備して努力を重ねました。超えてます選手たち、誇り、本当誇りです。俺たちのバーボトカバモ、2点決めて見事勝利を収めました。違った結果もちろん可能性もあったんですが、あらゆる選手抜けた中でもどの選手が出ても熱いサッカーをできるということを証明してくれました。すでに次の試合に向かっています。感謝さん、久しぶりにやったと思います。私はすでに次の試合に目を向けています。コメントをいただきありがとうございました。さあ J リーグの順位表を見ていきましょう。 F マリノスが、首位の、形になっております。セレスト、トリニータ、フロンターレと続いています。東京もこの勝ち差を乗せして上半分8位まで上がってきています。さあこの後は下までこういった形で進めていきます。16、17、18はこのような状況となりました。ここでですねメールの方が入りました。トレーニング中の負傷ということでちょっとメール開封していきたいと思います。いやあかんねえ、なんでこんな家訓肉なんが降り注ぐの。代表絶対出したくねえわー。これ明らか代表で骨折してんじゃん。もう絶対協会側と縁切ろ。それはフィンランドで切れて。あらゆり選手が2ヶ月間近く出場できないという形になってしまいました。ちょっとこれは緊急事態です。もうファーマンに関してはディフェンダーとして考えなくてはいけない状況です。さあそれでは本日の2試合目、清水エスパルス戦に行ってみましょう。さあ舞台は味の素スタジアム、歴史を塗り替える埼玉スタジアムでの勝利、いよいよ前人未到の3連勝をかけての試合になります。何よりも勝った後の試合が大事です。さあたくさんサポートありがとうございます。さあ2試合連続得点ということで非常にいい表情です。さあまずはホームチームシートフォーメーションから前節と変わらないフォーメーションにさせていただきました。ファーマンとマコがセンターバックを組む形になります。中盤はこの3人です。トップは小原、左にマキシマ、右に永井という3人です。さあこちらエスパルスの注目選手というのはカルリーノスジュニアです。はい、さあ 4-2-3-1 のフォーメーションです。辰田選手も先発となっています。あ、西田選手が左です。はい、後藤選手が真ん中です。はい、さあララララ立ち上がってみんなで歌おう、ララ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 わーおらのよだろめー。先制点取るサッカーだよマジで。いやサイドにスペースが空いています。ここから狙うのか折り返せるか。あぶれ、いやえちょっと待ってやめ、いやーだ今のマジで金子か。ちゃ何東京カモン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 、やろう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 、最高戦え俺の東京、今日も勝利を信じて弾けよもう飛びたく、負けるわけはないさ橋本健人。いやードラップでけえよ。中に入れた。ああ、真っ赤真っ赤真っ赤、連絡数出ちゃってる。いいボールを送りたい。ナイス。リアが小さい。いやー打っちゃったのか今。何をやってんのマジで。危ない。金子翔太。さあスタジアム。やめて。いい位置です。いいクロスだ。いやそっち。え、ラリーをやっ。位置でカットします。え、意味が。いやあ。ガチクリの精神を忘れちゃダメだよ。ここからどうするのか。何かしてきそうですが。前に出しました。OK、行こう。東敬吾。
いやどこに出してんのそれは。いや出しどころねえな。さあどうする。ケロ、いやー逆だもんね。え、なになに、え、走った落ち着いてよ。オフサイドじゃん。そうでしょ、そう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 。逆にちょっと来てもらってたから出しどころなくなってこういう風になる。返せってやめろ、マジな冷静な。いやナイスよ、それ待ってたぜ。さあ行こうか。きついきつい。オッケーオッケー、よしよしよし。ビルキル・ビャルナソン、ボールはミドルサードからアタッキング。着実なビルドアップからチャンスを狙います。きついな、きついきついきつい。ボールを前に運びます。チャンスにできるか、頼むよ。おい、うん、やー、やったぜ。ほら見たか、この男は必ず点を取りたい位置で生まれた。さらにチャンスを作れそうです。カカカカカカカ、わっしょいわっしょい、ララ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 ラ。持ってる持ってる、あそこにこぼれてくんのよ。やる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 、みんなでやろうぜ、みんなで行こうぜ。出せんだよ。いや何をやってんの長い。おいおいおい、カウンターのチャンスです。やべ、落ちたでしょ。出てない。はっ、待て、危ない危ない危ない、もう危ない。いやびっくりした。ました。ドリブルで相手を揺さぶる。頼むよ。オッケーオッケー、ここでのクリア、ミス許されない、勝ちでいい。そう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 、これ拾おう。なんてプレーだ、アキラは。ちょっと長男行こうよ。え、ガチ切り。オッケー、これ。どうなった今。オッケーオッケー。うん、やべ。金子翔太。しんどい。さあスタジアムのテンションが上がります。やめろ。まだまだあるよ。何かしてきそうですが。いや、それはオフだよ。オッケー、オーブねー、間の時間帯なんとか行こう。いやこれ怖いからな、行ってるとこねえな。バレたよ。これは痛い、相手のチャンスになりそうです。いやー頼む、かわいい子、かわいい子。オッケーって何。飯頼む、飯の場所頼む。あのバレてその怖い、全部疑心暗鬼になっちゃう、出しどころなさすぎて。きついなぁ。カイル・ウォーカー・ピーターズ、なんでこんな、もう自分で上がるし、ここだ。何を狙うのか、ドリブルで敵陣へ持ち込む。それでいいよ、いい位置です。出てない、出てみたい。オッケーオッケー、よし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 。何終わりだ、終わりかい。どんだけ恥ずかしい姿見せてもいいから、動画では結果、それでも結果が壊れるっていう、そういう新しいコアラ見せても。さあ45分終えてのスタッツ、このような形となりました。追いつけたことが本当にでかい、必ず逆転してホームのサポーターに勝利を届けましょう。さあやろう。いいですね。男には自分の世界がある。自分の世界見せます、いきます。おい、やば。相手に渡したかのようなパス、これはいけません。オーケー、何してんの。まだ終わってないぞ、確認する。この戦いまだ終わってないぞ、長い道になりそうだ。ヘナトア・アウグスト、ここから狙う。マジか、スルーパスが味方に通る。やぶねー。なんでそもそもスルーすんの、カルーちゃんは。あー助かった、危ねー。
ゴー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 。え、ちくしょ、出しどころねえんだよな、これ。危ねえ。ボールはサイドの選手。そう、そこ使うこと。サンマクシマン。いやー、やれやそう、惜しいな、いい今週だったから。大体ですね。いや、これよく止めた。いやー、マジか。よく言ってたかもしれない。 OK、 この集中だよ。サイドからの攻撃を狙います。 OK、 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 また。あー、最悪。頑張って、まだ打ちたい。このシュートで、いや、いやなんだよそれは。なにこれ、素晴らしいプレーです。コース切ってんじゃん。鮮やかでした。バババババ東京。いこう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 。よく決めたね。もう一回自分をコントロールしよう。自己管理、自己管理、もう自己ケアすよ。いこういこういこう。OKOK。 よし、やろう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 。ビルキル・ビャルナソン。ちょっとお前がまたあれをしたからカメラおかしいだろ。え、もうずっとスポーツマンシップ書いてるよ、さっきから。え、もう全然見づれんだよ、左が。長井健介。 FC 東京、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。いやー、出てくれない、お願いだから。されました。え？え？え、ないね。まだまだ全然時間あるからね。めげることないよ、全然。めげる、めでめでよ。戦ってくれたエレーたちを。それやめて。いいところへ出した。何かしてきそうですが。え？このボールは決定的。あぶね！あぶねえ！詰めらんない。これはもったいない。オフサイドです。オッケー。え、なんで？助かるが出たら危険だぞ、あいつから。あいつから。マジで。あいつ五六だからね、助かるって言わないで。危ねえ、さい。投げ方するの。出たら危なかった、マジで今のは。なんでパ、え？カイル・ウォーカー・ピータース。そう、さあ長井行こう。見えていたのか。長井、素晴らしいスキルで抜いてきます。いやー、まだ待って、まだ待ってない、助かるぞ、こっちも。何をしてくるのか。ビルキル・ビャルナ。オッケーオッケーオッケー。あ、違う違う。オッケーオッケー。すぐ持ち、さすがに持ちすぎ、それは。さあ、攻撃を作ります。攻撃の中心です。これはカウンターのチャンスです。まだ終わってないよ。オッケー。何それ。え、何それ。これは見事に奪いました。ここしのいだら本当花丸あげよう。赤ペン先生見てくれ、俺花丸。オッケーオッケー。あのモード入ってた、あいつはバスエクスタシー入ってた。集中して止めます。それを美化すんなよ、おめえの姿勢すげえけど。いやー、俺の思い絶対見せようね、マジで。本当に気持ちだけは絶対見せること。マジで加藤家格行くよ。ポーターは諦めていませんね。オーケー、その気持ちだ。選手たちも力が出ると思いますよ。サイドにスペースがあります。マイナスのクロスボー、ゴーター。OK、 このボールは止めただけ。クリアできるか。ボールをクリアしました。おい、てかもう交代させよ。選手壊れちゃうよ、こんなずっとアクチュアルしてたら。やばい。このパスは読んでいました。え、じゃあ出して、出して、出して、出して。全部切られてんの、私。え、あとは。いやー、違うよー。だからもう、
選手壊れてんの分かんないよお前マジで。なんで考えられないのプレイヤーのこれ。何なのこれ。もうやめてそれは。ねえだからおかしいじゃん。こんなずっと止まんない試合は食われてんの選手がもう。やだ橋本健斗キルキルビアルナソン選手壊れんなよ最後まで。このプレーはチャンスよっしゃー。ここでゲームの終了を告げる笛が鳴ります。今夜 J リーグ配信者俺やりたくねえよ選手がマジで壊れてんな。ほぼ止まらないじゃん後半プレーが。さあ試合を終えてのスタッツこのような形でやってる。間違ってないけどさらに上積みね。サイド攻撃眼ところやっていけばもっといけるからブレずにやっていきましょう。試合後インタビューです。難しい試合になりました。自信を失ってるその様子はない。体力のケアだけ心配だけど選手全く自信を失ってません。自信は揺らぎません。褒められたものではないですけどこれをバネしてくれる選手は揃ってるはずです。C 東京同点追いつけませんでした。もうゴールもあとちょっとの差だったと思います。決めるか決めないかもそれだけだったと思います。言い訳はできません。相手に逆の展開持ち込み常に相手を追い続けて結局追いつけなかった。もうこれはでも言い訳はできないでしょう。後藤の活躍目立ってました。いや彼はあの林からゴールを奪ったのもこれはもう素直に素晴らしい選手だと思います。たたえたいと思います。いろいろとありがとうございました。ここまででよろしいです。さあ順位を見ていきましょう。マリノスが引き続き首位です。セレッソトリニタと続いています。さあ東京は10位まで順位を落としてしまいました。次必ず勝つことが重要です。回はこのような形となっています。さあゴールランキングコオロキコアラが5得点ずつで1位2位となっています。その下メンデスです。下半分はこのような状況となっています。さあ一方アシストランキング永井が3アシストで上位にランクインしているという状況です。ビアルナさんも入ってます。下半分はこのような状況です。あらゆるを抜けて厳しい状況ですが一丸と戦っていきましょう。次は鹿島アントラーズ戦からこのような形でお送りしたいと思います。それではまた次回の動画スタジオまでお会いしましょう。さよなら。おい、ざけんなよ。